YouTube の皆さん、岡田ヒロです。もう時間が気が暮れて夕方なんですけど、俺今ですね、ちょうどここ川越線と JR の川越線と東武東上線がコラボで共同使用している川越駅の開かずの踏切に今いるんですけど、5万系が今出発ですね。これからですね、川越駅の開かずの踏切を現地レポートしていきたいと思います。今ちょうど踏切上がったんで渡ります。いやー、人が多くて大変ですね。でしかもなんですけど、この踏切はですね、なんとですね、連絡橋なんですね。歩道用の連絡橋の真下にあるんですね、この踏切なんですけども。でこの通り踏切はですね、歩行者、自転車、交通量が相当多いんですね、この踏切なんですけども。特に朝夕は相当危ないですね、この踏切なんですけども。で本当にここ車や自転車や歩行者の交通量が多くて本当危ない踏切ですね。この橋の下の踏切っていうのは結構珍しいかなと思うんですよね。でちょうど渡ったここはですね、ちょうどこちらは JR 川越線側の踏切になるんですけど、これ踏切の上にはですね、危険な、なんだ、危険無理な横断って書いてあるんですね。今ちょうどまた踏切が鳴りましたんで、また電車来ますね。はい、踏切が閉鎖です。いやー、それにしてもここも開かずの踏切ですよね。朝夕もここも相当混雑しますから危ないと思いますよね。まあ本当に川越市なんですけど、ここもいかにも大都会ですよね。ちょうど今鳴り始めか。お、東湖線が来た、東湖線。おお、東湖線。まあでもそうですよね、ここ川越線と共同で使用している踏切だから、これ朝というは本当に開かずの踏切で危ないなとは思いますね。お、1万30系が出発だ。それでは踏切が開くんで渡っていきたいと思います。いや本当にこの踏切、交通量多いですよね。で最初に渡るこちらの踏切なんですけども、こちらは、JR のこちらは JR 川越線の踏切の線路なんですけど、このこちら川越線なんですけど、この向こうが西川越駒川方面の線路になりますね。でこちらが川越駅側になるんですけども、JR 川越線の川越駅は2面3線になってるんですね。島式ホームになってて、朝夕もここも相当混雑するってこと物語ってますね。 JR 川越線の川越駅のホームがこちらになりますね。でこちら上にもですね、うわ危ない、また来たか、危ない危ない、うわ危ない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 。いやー、特にそうですよね、東上線がひっきりなしに来るんで
危ないですね本当に。また搭乗船が来るんですかね、わかりませんけど、ちょっとよく撮影しとくか。あ、搭乗船が来た。よし、撮影しとこう。で、一応こちらの踏切なんですけども、一応両サイドが歩行者専用レーンになってて緑帯になってますね。お、3万系が来た。3万系、うわ、また電車来るのかよ。あー、搭乗船がまた来るんか。いや、これじゃ本当開かずですよね。あ、踏切名、あ、これ所沢街道踏切っていうんですね。新たな発見ですね、所沢街道踏切っていうんだ。いや、本当に交通量も多いし危ないなこりゃ。今はまた3万系が出発ですね。まあ、東武東上線と埼京線って池袋から発車したら北池袋まで並行して、そこで分かれて、で川越でまたここで出会うんですよね、川越線としてなんですけど。いや本当に東武東上線と川越線、東武東上線と埼京線って結構ライバル路線だなってことが分かりますよね。まあ、埼京線が今度もうすぐ相模鉄道と直通して神奈川の海老名や湘南台へ直通で行ける日が来るんですよね。そうなるとしたら東武東上線も負けちゃいられないと思いますよね。あ、今3万系が出発ですね。あ、元スカイツリーライン3万系が出発ですね。いやー、ここも開かずですよね本当に。それでは開くんで渡っていきたいと思います。それでは踏切渡りましょう。いや、踏切が開くと本当に人多いですよね、すごいな。で、そしてこちらの踏切の2線なんですけど、こちらは東武東上線の踏切になりまして、この向こうが東武東上線小川町方面になる小川町方面の線路になりますね。途中まで川越線と並走してるんですね。で、この向こうにあるのが東武東上線の川越駅の踏切ですね。で、東武東上線の川越駅は2面2線になってるんですね。いや、東武東上線は2面2線の構造になっているんですね。いや、すごいなこれ。さすが東武でも有数ですけど、特に東武、おお、また来たか。はい、それでは踏切閉鎖ですのでよく見とこう。あ、東武東上線側の踏切はこんな風になってるんですね。いや、本当に橋の下の踏切ってなんか圧迫感ありますよね。初めてだな、こういう陸橋の下の踏切って。小田急の代々木八幡の踏切を思い出しますよね。小田急の代々木八幡の踏切だったら、陸橋の下にあるんですよね。こういう陸橋の下の踏切って結構圧迫感あるような感じですよね。ちょっと危ないんで向こう側から撮影してもいいかな。まあ、ちなみにこの道一方通行になってるんですよね。あー、この踏切の上を通っているこの歩行者用のアーチ橋梁、なんかすごいですね。なんか絵になりそうこれ。あー、これ YouTube 映えそうだな、すごい。いや、アーチ橋の下の踏切ってすごいな。
アーチ型トラス橋のこの下の踏切すげえ、これいいかも。うん、いいな。いや、開かずの踏切いいかもしんないこれ。あー、この踏切の真上を通っているこのアーチ橋梁いいですよね。これ上からも撮影してみたいですよね。あー、5万ケガ出発だ。うわー、また両方来るんだ、危ねえな。うわ、東上線また来るんけ、危ねえな本当に。おお、3万ケガまた来たんだ、すげえ。おお、3万ケだ。あー、今度は池袋方面の電車が、あー、今度は森林公園、あ、回送だ。あ、3万件の回送が来るぞ。うわ、3万件ダブルコラボすげえ。いや、遠くで3万件とダブルコラボができるとはすげえ。いやー、いかにもなんか東武伊勢崎線の東武スカイツリーラインの栄光を感じますよね、すげえ。だけど一節東部だけどスカイツリーラインからは3万系もうすぐラスト1編成が撤退なんだよな。あー、回送ってことはこれ川越車両センターに帰っちゃうかな。あ、ちょうど八甲線が来た。おー、あ、川越線がちょうど来た、すげえ。うわ、旺盛。おー、川越線がちょうどやってきましたね。あ、これ駒川止まりですね。元中央線、元中央総部の231の、あ、231が今川越に入ってきますね。これ駒川駅になるんですね。おー、照明がついた。あー、これ照明がつく、夜、この夜の時間照明がつくとすげえ。うわ、また、うわ、東武東上線すげえ、ひっきりなしに来るな。踏切開くと思うんですけど、ちょっと開く様子見とこう。それでは踏切が開きますね。いや、踏切が開くと次々と通行人が相次いで渡るんで危ないな。これじゃ車も危ないですね。うわ、すごいなこれ。いやいやいや、開かずの踏切って危ねえな本当に。いやいやいや、まあそうですよね、 この道路一方通行になってるんで本当に危ないですね。いや、車次々と来ますね。これじゃ本当開かずですよこれ本当に。北池袋の方がやっぱり最強ですけど、ここは北池袋の2番目かな、2番目の開かずの踏切ですよね。あー、危険無理な横断って書いてありますね。まあそうですよ、だってここ危ねえもんだって。東上線でも有数の開かずの踏切だから、まあ北池袋よりも最強ですよね。まあ JR 線と共同使用して、 JR 線とコラボで共同使用している踏切って東上線の方が圧倒的多いですよね。伊勢崎線なんか一箇所しかないもんな今ね。伊勢崎線だったら久喜駅しかないんだよな今。ここはだってすごい最強だよ。